皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。前回の動画で、オリジナルブランド戦略について話をさせていただきました。商品本体に、高級的な方法でロゴを印字、刻印するやり方だけではなく、商品本体ではなく、付属品の方にブランド名を印字したり、商品を梱包する梱包袋や梱包箱にブランド名を印字することで、簡易的なオリジナルブランド戦略もできるという話を させていただいたのですがとにかくオリジナルブランド戦略というものはどこかしらにロゴを印字刻印することが前提となっている戦略です商品を作るコストを抑えることはできても作る時間はかかってしまうんですね すなわちネット物販を始めてただでさえ早く買い付けをしたいタイミングでブランド名を印字するために2週間かかりますよだとかデザインのやり取りを行うのに9日間かかりますよという状況になってしまうとどんどん買い付けが後回しになってしまうので生徒さん的には不満に思う方もいらっしゃるかもしれませんそこで私は初回のテストマーケティング初めてのお試し 買い付けに関しては一切のオリジナルブランド戦略を行わずその代替手段としてブランド戦略ではないセラーオリジナルの販売方法というものを紹介させていただいております。今回はその一つ 抱き合わせ販売のやり方についてお伝えさせていただきます。今回の動画参考になった方、高評価、チャンネル登録いただければ幸甚です。そもそも、米国アマゾンでは、相乗りされる、すなわち自分が出している商品ページに他のセラーが便乗してくること自体がほぼほぼないので、相乗り防止策を施す必要はないものの、ある程度相乗りされづらい商品ページを作るということは、リスク回避の意味で 有益ですし日本アマゾンで販売する方は相乗りされまくるので相乗り防止策を何かしら施しておく必要がありますだからこそ商品にブランド名を印字刻印するというやり方を進めている塾が多いのですが繰り返しになりますが時間がかかってしまいますのでその代わりに行う代替案としても今回これから話す内容ぜひ参考にしてください例えばき キッチンクロスというキーワードで検索すると、たった2つの単語にも関かかわらず検索結果が1万件と比較的コンパクトですし、ツールで分析するとこのキーワードで検索する人が月間37,114人います。下のグラフご覧いただければわかるように、とにかく動きのある検索キーワードですから、この検索結果上の商品を一つピックアップして、今回は掘り下げた説明 させていただきます。せっかくですから Amazon's Choice この検索結果上で総合的に見て一番よく売れている商品を例に出して話をしましょう。まず一番売れている商品と全く同じものを買い付けてもなかなか売れづらいと思いますので、この商品が所属している末端のカテゴリーはどこかを探していきます。プロダクトインフォメーション商品詳細の下の方にあるベストセラーズランクに いて、最も順位が高い市場すなわち末端のカテゴリー名を左クリックしますベストセラーランクが出てきました100位のディッシュクロスに着目し詳細を掘り下げて調べてみましょうこちらの商品は直近30日間で6 ここで画像検索などをを行い類似品をそのまま出品するだけではこの商品ページにどうしても競り負けてしまいます。ちなみにこちらの商品ページでは4枚セットと6枚セットが売っており、4個セット、6個セットで販売するというのも複数個セットという一つの戦略です。単品で販売するよりも複数個セットで販売することによって、 の単価を上げることとががができよりりり利益が取りやすすくなることがありますこあまの戦略も合わせて覚えておいていただきたいのですが、少し下、スクロールすると、フリークエントリーボートトゥギャザー、ライブニュートトゥギャザーしようぜすなわち、頻繁に一緒に買われるものという欄があります。 つまり、このセラーが販売しているように、同色4枚セット6枚セットだけではなく、他の色味の同商品と一緒に購入したいというお客様のニーズがあることを表しています。アリババ上の同じ商品ページの別バリエーションを組み合わせるという販売の仕方もあります。しかしながら、相乗り防止目線で見てみると、同じ商品ページの同商品の組み合わせでは、他のセラーに簡単に 見つけて真似されてしまいますそこで行うのが今回紹介する別アリババ商品ページの商品との抱き合わせ販売ですランキング99位の商品を例に説明させていただきますこちらの商品も少し下にスクロールしてみるとフリークエントリーボート付きゲザー よく一緒に買われるものという欄があります。ちなみにこちらは Buy it with 一緒に買われるものと記載されていることもあります。ご覧いただければわかるようにこちらの商品とこちらの商品は別の商品にもかかわらずお客様は一緒に購入する傾向にあることを表しています。つまりキッチンのお皿を磨くタオルとハンドタオルを一緒に購入される方がい いらっしゃるということです。よっ で、こちらの商品をアリババで探し、同じような生地感、同じようなデザイン性のハンドタオルも別のアリババ商品ページで探し、お皿を服用のタオルとハンドタオルを一つの商品としてセットで抱き合わせ販売することにより、他のセラーからすれば、この商品を検索して、さらにこちらの商品もわざわざ探す必要がありますので、相乗り さされれたり真似されることが格段に少なくなくるということとですというわけで今回はブランド戦略ではないオリジナルの販売のやり方として別々の商品を一つのセットとして販売する抱き合わせ販売について説明させていただきました。最後までご清聴くださりありがとうございます。